いいと思うぞ。そのお菓子、まるまるからの差し入れだよ。なに？まるまる、反省してたな。さっきはちょっと大人げなかったなって。大人のノイちゃんだったらきっと分かってくれると思うけど、誰にだって間違いってあるものだと思わない？なぜお前たちはそこまでして四つの影を復活させようとするのだ？だって私たちと私たちの影は友達だから。友達？私もヒポちゃんに会えた時はすっごく嬉しかった。もう会えないって思ってたのに、また会えるなんて夢にも思ってなかったからね。まるまるもきっと喜んでくれると思うよ。まあそこまで言うなら仕方あるまい。それじゃあ、なんたって僕は大人だからな。ほら、ノイ、まるまる、ちゃっちゃと仲直りしてくれよ。二人とも大人の態度でね。まあそっちが反省してるなら水に流してやってもいいぞ。何言ってるマロ、反省したのはそっちじゃなかったマロか。まずい。何を言ってる、僕はあの甘いものに免じて。甘いもの、何のことマロ。さらにまずい。おいパイパイ、これは一体何の冗談だ。それはそのどういうことマロか。なんていうか、お前たちまさか。もうじれって、やめだやめだ。ごちゃごちゃ小細工なんて必要ねえ。もうこうなったら男の勝負だ。意味わかんないんですけど、マロ。お待たせ。何するつもりマロ。そもそも勝負とは誰と誰の勝負なのだ。お前たち二人に決まってんだろ。ごちゃごちゃやってないで、白黒はっきりつけりゃいいんだよ。それとその箱と何か関係あるの？ある。では発表しよう、その勝負の方法とは。方法とは腕相撲だ。腕相撲？勝負に負けた方が素直に謝る。それでいいな。なんでそうなるマロ。くだらん、なんで僕がそんなこと。どうしたんだ二人とも。まさかお互いに負けるのが怖いんじゃないだろうな。誰がこんなやつに。お前なんかに負ける気がしないマルユ。浅はかだな。見た目だけで物事を判断すると痛い目に遭うぞ。正義の味方に立てつこうとはいいぞ今日マロ。百戦錬磨のこの僕に勝負を挑もうとは千年早いと言わねばなるまい。準備はいいか二人とも。なんか文句あるのか。あるに決まっておろう。もともと僕は腕力には自信がないのだ。だいたいこんなことで勝負をつけるのが間違っているのだ。じゃあなんならいいのよ。かけっこ言ってはいなかったが、足には結構自信がある。いやまあいい
けどさ。それじゃあ行くわよ。よーい、スタート。すら見つからないな。うるさい、もうこうなったら勝つまでやる。ねえまるまる、ちょこっと負けてあげたら。いやまるゆ、なんでよ。甘やかしたら突き上がるまる。叩けるときにはきっちり叩く、これが子供のしつけの基本まるゆ。大人げない。まるまる勝負だ。立つ丸よ。